はい、皆さんこんばんは、ただいま天王寺に来ています。今日はですね、解説してくれる、方が、来ています。じゃあ、はい、ちょっと自己紹介してください。はい、22歳アキャネンと申します。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。じゃあちょっとこちらの天王寺の建物とかですね、はい、ちょっと紹介しながら、まあ、歩いてみましょうということです。はいはい、今奥に見えてるのが通天閣っていうタワーですね。ほとんど見えてないですけど頭がちょっと出てるぐらいですよね、まあ、真ん中の方に、はい、あんまり高くないってことですね、まあ、東京タワーとかそのね比べると全然あんまり高さがないってことですね、はい、ちょっと今木にね埋もれちゃってるんですよね残念なことに光ってるんですけどね残念なことに、はいはい、近くで言うと天王寺動物園があります、はい、ここはゲートですね、はい、ここなんか有名な動物とかいるんですかね。特に有名なのはいないんですけど、はい、有名なのはいないけどこれい動物園の中で有名な動物園なんですかね、ここは。そうですね、大阪って動物園少ないので、はい、有名な動物園だと思います。有名な動物園ですね、はい、はい、分かりました。じゃあちょっと歩いてみましょう。はい、はい、ちょっとお城みたいな、はい、あの建物なんですかね。ちょっと私は分からないんですけど、ちょっと大阪城と思いがち。大阪城じゃないですね、これ。違いますね、場所が全然違いますね。ここはこの人誰ですかね。この人初めてちゃんと見たんですけど、誰でしょうか。なんか何も書いてない。書いてないですね。わかんないですね。はい。芝生がメインで、なんかこういう直売所とかフットサルをしてたり、はい、そんなところです。で、あれですよね、目の前に見えるのが、まあ、JR 天王寺ですかね、はい、そうです。 JR とあと地下鉄の駅も一緒ですか。はい、電車が走ってますね。で、一番有名なのが目の前に見えるというか、ちょっとかぶってるかなはい、これはね、はい、アベノハルカスですね。ハルカスです。はい、何階建てになるんですか、これ。地上60何階とかあったような気がしますけどね。高いんですか。はい、で、一番上が展望台になってる。展望台ですね。ですよね。でも、あそこまで登るためには、うん、なんかあれですよね、なんだろう、お金を払わないといけない。そうですね、途中までは登れても。そうですね、途中まで行けるけど、一番上まで行くのに、いくらぐらいしたっけ。2000円ぐらいかな。結構しますよね。結構高いですねなるほどそうなんです、以前ね、実はこう天王寺来た時に、はい、登ろうとしたことあって、はいはい、高くてやめたんですよ。あそこまで払う価値はないだろうと思って途中から見るのとあんまり高さ変わらないので、そう、途中にね、レストランみたいなところ、はい、そこのなんかガラスのところから、まあ、夜景とか、ね、結構見えるのよと前は見えるんですね、はい、もうわざわざね、一番上まで行く必要ないだろうと思ってないと思いますけどね2000円も払ってる、はい、ちょっと腹立たしかったでもなんか一度はね、やっぱりちょっと行ってみたいなっていう、ね、そうですね、気持ちはあるんで、まあ、一回行ってみてもいいかもしれないです。行ったことありますか。
一回だけあります。綺麗でしたか景色は。はい。やっぱりじゃあお金払う価値はあったら。まあ経験として一回行くのはいいか。でも二回目はいいかなっていう感じですね。あ、そうですか。はい。はい、わかりました。はい、今上まで多分映ってないですよね。この映らないですね。このカメラね、すごい高機能で三軸ジンバルカメラっていう、ちょっ